こんにちは。今回は氷川きよしさんのファンへの温かな言葉と思いやりなどについてまとめていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。音楽活動はもちろん、インスタグラムなどでも大きな話題を呼んでいる氷川きよし。先日にはニューシングル母をリリースしたばかりだが、今月31日には昨年末の氷川きよしスペシャルコンサート2019きよしこの夜ボリューム19と母のシングル DVD が同時発売されることが決定。きよしこの夜は注目を浴びたボヘミアン・ラプソディの日本語訳詞の初歌唱の場でもある。すでにショートバージョンの動画は公開されており、ネットにはファンからの喜びの声が続出していた。世界の国旗をあしらったスーツ姿での、きよしのずんどこ節から、真っ赤なエナメルのボディースーツでの限界突破サバイバー。アンコールの大丈夫まで、バラエティに富んだ演出と歌で楽しませた29曲が収録されているという。とは言っても、氷川きよしのスイッチが入っていない氷川は、ステージの上とは違い、20周年を迎えた今でもすぐ緊張してしまったり、歌唱するクレーンや宙吊りのセットなど、高いところが苦手だったりと、別の一面も。今でこそ、自由な表現ができつつあるが、長く悩んでいたことでもあり、演歌以外を歌ったら批判されると思っていた、と本音を吐露したことも。紅白歌合戦では毎度、リハーサルでは全く緊張しないのに、本番はとても緊張する、と明かしたり、西城秀樹さんに初めて会った時には、西城さんに緊張しなくていいよと言われて、戦争の時に一緒にピースサインをしようと言われたんですけど、緊張しすぎて変なピースサインになっちゃいましたと話すように、憧れの人との対面で焦ってしまったり、イベントで歌い終わった後の挨拶で、緊張して口の中がパサパサです。本当は皆さんをもっと盛り上げたかったのですが、自分のことで精一杯でした、と話したりと、いうこともあり、そこが可愛い、と、そのギャップにメロメロになるファンも少なくないようだ。もちろん、その緊張感は、ファンや相手のことを考えているからこそで、親方のスタッフや芸能関係者らから、気遣いの人と言われる氷川の優しさゆえだとか。昨年行われた20時間ラジオジャッキ企画の際は、あんまりテンションを上げたり、頑張ろうとすると持たないので、頑張りすぎない。マイペースでやるのが一番だなと思っています。と話し、楽しみにしていたんで、喋りたいことを喋っています。としつつも、一番最初の天気予報を読むときは震えましたね。きちんと伝
伝えるべきことは伝えなきゃいけないので。と、大事な情報を伝えることには注力した様子だった。また、朝だ、生です、カビサラダ、での、山形県村山市と尾花沢市のロケ企画では、突然歌ってとリクエストされた最上の船頭を歌っただけでなく、アドリブで歌詞の一部をその時船頭を務めた関さんの名に変えて歌い、おばさまたちからたくさんの歓声と拍手を浴びていた。さらに昼食のために訪れたレストランでは、そこで働いている女性が、その日ちょうど誕生日だと言うと、なんとハッピーバースデートゥーユーを歌ってお祝い。祝われた女性はメイドの土産にすると満面の笑みを浮かべていた。ツイッターなどでもサービス精神旺盛な川の様子に驚いた、素晴らしいという声が殺到。おばさまたちへの対応がさすがすぎる。さすがおばさまキラー。私もきよしくんにおばさま扱いされたい、などといったコメントが多く見られた。そしてその気遣いは、13日に放送された NHK 朝市でのプレミアムトークでも存分に発揮された。番組では、氷川の歌だけでなく、料理やファッションも特集。この日は、全身白いロングタキシードに身を包んだ氷川は、きよしくんも嬉しいんですけど、いいって言われるのが好きですね。ちゃんとかくんじゃなくて、はーい、みたいな。と、フランクに呼んで欲しいと話す。放送中にはなんと、視聴者からの1600件ものメッセージが届き、そのいくつかに氷川は回答。そのコメントでも、声量と体のしなやかさの秘訣を教えてください。という質問には、歳とともに声が太くなりまして、使ってる分、声が太くなりますけど、一番大事なのは、ストレスをためないことですね。心のいろんなストレスで、声が出づらくなったり、ふって止まったりするじゃないですか。精神的なこととか、と、真面目に答えつつも、しなやかでもないですよ。最近この辺がやばくて、と、お腹を叩いて、笑わせる余裕も見せる。また、学校に行けなくて悩んでいた時期があったが、僕もありのままで生きていこう、と思えるようになりました。という中学生からのメッセージには、自分もそういう子だったから、大丈夫だよって言ってあげたいですね。馴染めなくていつも一人だったんで。でも絶対味方だからね。と真摯に受け止め、まっすぐに返すとともに、自分を受け入れてあげて、自分を否定しない生き方をしてほしいです。と優しげな眼差しで背中を押した。ネットでも、氷川さんのことがもっと好きになった。自分も学生時代にこんな人と出会いたかった、と称賛するコメントが多数上がっていた。歌唱力だけでなく、その人柄が愛され、21年目も活動を続けていく氷川。
これからも活躍していってほしいですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントもよろしくお願いいたします。